ビデオカメラのデータ復旧を行いました。島田家のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、パナソニック HDC TM70。管理情報修復中です。と表示されたままフリーズして、ビデオカメラが使えなくなってしまった。という状況です。データ復旧処理を行い、およそ15時間20分の動画データの復元に成功しました。